今日は仕事が休みです。午前中からジムへ行きます。1ヶ月半前からジムで筋トレを始めました。ジムのような場所には苦手意識があったのですが、初日からハマってしまい、休日と仕事が早く終わった日も行くようになりました。この日はジムの後池袋へ行って、お気に入りの定食屋さんでご飯を食べました。牛すじ定食850円。午後は自宅でゆっくり過ごしました。晩ご飯を作ります。最近は塩と酒で揉んで茹でています。出来上がりました。今日の晩ご飯です。納豆にオクラ1本、味噌汁と白米です。いただきます。筋トレを始めてから食べる量を増やしました。ごちそうさまでした。